今回は分散表現の確認について解説します。ワードツーベックによる分散表現について学んでいきます。それではまずコーパスの前処理です。前のセクションと同様にコーパスに前処理を行います。レトをピックルとジャノメのトークナイザーをインポートします。そしてこのノートブックと同じフォルダにある 我が輩は猫である .txt ファイルを読み込みます。そして Ruby などの必要ないものを削除し、セパレーターを使って文書ごとに分割します。そしてトークナイザーを使って文書ごとに単語に分割し、リストに格納します。そして文書ごとに単語に分割された二重のリストを ピックルを使って保存します。実行します。そしてこのファイルを読み込んで保存できていることを確認します。ファイルの中身が表示されました。無事保存できていますね。それではワードツーベックを用いた学習について解説します。今回はワードツーベックのために ライブラリ Gensim を使います。Gensim は様々なトピックモデルを実装した Python のライブラリです。トピックモデルとは潜在的なトピックから文章が確率的に生成されると仮定したモデルです。Gensim について詳細はこちらのリンクを参考にしてください。こちらのセルでは ワードツーベクを用いてコーパスの学習を行い、学習済みのモデルを作成します。こちらのセルのコードを見ていきましょう。まず、ジェンシムのモデル図からワードツーベクをインポートします。そして、このワードツーベクを用いてコーパスの学習を行います。その際に、先ほどの各文章を単語ごとに分割したリスト、 我が輩ワーズを渡します。その他に引数としてこちらのようなものを渡します。サイズは中間層のニューロン数。ミニマムカウントはこの値以下の出現回数の単語を無視するという値。ウィンドウは対象単語を中心とした前後の単語数。イテレーションはエポック数。 SG はスキップグラムを使うかどうかです。この値が0であればコンテニアスバグオブワーズ、1であればスキップグラムになります。このセルを実行します。これによりコーパスの学習が行われます。それでは分散表現を見ていきましょう。重みを表す行列、すなわち分散表現の形状と、 行列そのものを表示します。こちらのセルでは学習済みのモデルから分散表現の形状を取得し表示します。そして分散表現そのものを表示します。それでは実行します。このように表示されました。分散表現の行列は行数が3309。 列数が100の行列となっています。これは単語の数が3309で中間層のニューロン数が100であることを意味します。また分散表現はこのような数値が並んだ行列となっています。次に語位の数および語位の最初の15を表示します。 こちらのセルでは、インデックス2ワードで語彙を取得し、ペンでその語彙の数を数えています。そしてその後、最初の10単語を表示します。それでは実行します。このように、語彙の数は3309個ですね。そして最初の10単語はこのようになりました。のや、まる、手や、 は、に、を、などがありますね。それでは5位における最初の単語の単語ベクトルを2通りの方法で表示します。こちらのセルでは、モデルの wv のベクターズから0を指定して最初のベクトルを取得し表示します。そしてその後に最初の単語であるののベクトルを ゲットアイテムにより取得し表示します。それでは実行します。このように表示されました。両者ともに同じベクトルですね。今回は中間層のニューロン数が100なので、分散表現のベクトルの要素数も100になります。こちらの両者ともに同じベクトルですね。 それでは最後に課題です。単語、猫を単語ベクトルで表してみましょう。また、スキップグラムも試して結果を比較してみましょう。今回は分散表現について学びました。分散表現を使うことで単語をベクトルで表すことができます。単語がニューラルネットワークにとって 扱いやすい形になりましたね。